な。にわからです。にわかです。デボポイント 3D 様より、サンディスキャナをご提供いただきました。本体はシンプルです。セットアップも USB を挿すだけです。赤外線レーザー光を照射して、両サイドの赤外線カメラで対象物をサンディスキャンします。通常のカメラもついていてこれで色を取得します。説明書は日本語かつ図が多用されているのでわかりやすいです。日本語もしっかりと翻訳されています。本体に USB ケーブルを接続します。固定具付き USB は初めて見ました。ところどころしっかりしています。公式ホームページからソフトをダウンロードして、インストールすれば、あっという間にセットアップ完了です。簡単ですね。ちなみに英語ですがセットアップから使い方まで公式の動画があるのでサポートはかなり強力です。それでは早速使ってみます。スキャン環境はこのようにしました。彫刻は付属品です。台はオプションのスキャン用回転台です。こちらがスキャンソフトの操作画面です。対象物が映っています。上の表示がベストになるように距離を調整します。これでいいでしょう。それぞれの映像は通常カメラ、赤外線カメラ、サンディデータです。サンディデータは赤外線カメラで取り込んでいるので、可視光を暗くしても、サンディデータの取り込みに影響はありません。外乱に強そうです。光を取り込む強さは問題がなければ自動でいいでしょう。新規プロジェクトを作ります。スキャン対象が普通なのでスキャン方法を特徴にします。色は白の単色なのでテクスチャーは無色にしました。設定も少なくていいですね。早速スキャンを開始します。緑色がスキャン中のサンディデータです。青色がスキャン済みのサンディデータとなっています。かなりスムーズにスキャンしていますね。今回は2周させていますが1周でも十分そうです。画角的に下の台座部がスキャンできていませんよ。カメラを下にずらします。スキャン中なのに大丈夫ですか？自動で位置を補正してくれます。底面をスキャンするために。こんな感じに対象物自体も大きく動かせます。この精度にはかなり驚きました。時代が進んでいますね。スキャンを一時停止してモデルを確認します。問題ないのでこのままスキャンを終了します。データを作成します。スキャン完了です。もう一つの公式ソフトでサンディデータを調整します。生のデータは点群になっています。そのためまずはメッシュを貼ります。次に不要な箇所をカットします。台座株が気になりますね。一本線を引くと、面でデータをカットすることができます。下に穴が開いてしまいましたよ。問題ないです。耳の一部にも穴が開いています。穴埋めをします。株の穴が塞がれました。耳にあった穴も塞がれました。モデル表面のゴツゴツが気になる場合は、平滑化もできます。ツルツルになりました。これで調整終わりです。付属のソフトでも十分な機能を備えていますね。あとはサンディデータを保存します。STL で保存すれば、サンディプリンターのスライサーで読み込むこともできます。サイズ情報も保存されているのは驚きです。カラースキャンも試します。対象物の形がのっぺりしているのでスキャン方法はマーカーにします。スキャンは単色と同様に行われます。このモデルは特徴点が少ないため慎重に動かす必要がありました。素早く動かすと位置がずれましたからね。点群データなのでメッシュを貼ります。なかなか綺麗にスキャンができています。くちばしや腕もうまくスキャンされています。USB Type-C で Android 端末と接続できます。アプリは Play Store にあります。そしてハンジでのスキャンも可能です。スキャン中です。パソコン接続と同様にスキャンができています。ハンディでは電子ジンバルと組み合わせるのも面白そうです。サンディデータ作成はパソコンに比べると時間がかかっています。撮影したフレームも多いですからね。スマホ上でモデルの確認もできます。調整を終えたモデルです。ハンディなので一部欠けはありますがパソコン接続かつ固定スキャンと、同等にスキャンができています。用途が広がりますね。最後にミニ四駆のボディをサンディスキャンしてみます。対象はバニシングレーダーです。メッシュを貼ります。予想以上に形が取れています。ボディキャッチのポッチもついています。ボディが薄いので心配でしたが、裏側も綺麗です。サイズ情報も取得できているので、シャーシをモデリングする際にこのモデルで大きさを確認する、なんてこともできそうです。それではまとめ、いい点はこんな感じです。特に簡単に使える点がかなりのメリットでした。セットアップが大変だと使用頻度落ちますからね。あとはミニ四駆のボディのスキャンで、あの薄さのものを裏面までスキャンできたのが驚きでした。サイズ情報が取得できるのも強みですね。気になった点はこんな感じです。使ってて思いましたが、スキャン対象物がシルバーだったりするとうまく認識しない時がありました。どうしてもスキャンできない場合に艶消し白で塗装などの対策が必要に感じました。あとはサンディスキャナなので値段が高いです。サンディスキャナ全体として高いのでこれは仕方ないです。用途をよく考えて購入するのがいいと思います。ご購入の際はぜひ概要欄のアフィリンクからお願いいたします。それではまた、のし。